どうも、ジエンです。今日はですね、たこ焼き、いや、たこ焼きです。たこ焼きの材料買ってきました。このリュックからネギがね、飛び出してるって、ね、あまりにも主婦みたいな、もういわゆる漫画とかでね、よう出てくるその買い物の、はい、あれです。登録者ね、400人突破記念して、ね、たこ焼きパーティーをね、しようと思ったわけです。だから材料ね、まずこのたこ焼き木ね、それからまあリュックから飛び出してましたけど、ネギね、こちら千枚同士ね、たこ焼きをこうひっくり返す時に使うやつ、たこ焼きのネタをペットボトルに移す作業があるんですけど、これね、はい、ロート、それからたこ焼きのネタをね、その混ぜるときに使うやつ、マドラーね、油引きね、たこ焼きこれ油を注ぐのと、この油をこう広げるの、うん、両方なんか使えるよみたいなボトル、もちろんね、たこ焼きのネタのためのこれたこ焼き粉ね、うん、で、たこ買い忘れたー、はい、たこをたこ焼きやのに買い忘れました。なのでただの焼きですね、うん、ただ焼きになっちゃうんで、これはまあ非常にまずいんですけど、なのでまあタコをね、もう一度ちょっとスーパーに行って買いに行こうと思います。タコ焼きの材料買い揃え、タコ買い忘れ、リュックネギ飛び出し大学生だったんですけど、はい、だからまあタコ焼きの材料買い揃え、タコ買い忘れ、リュックネギ飛び出し大学生として、今からもう一度スーパーに行ってタコをね、買いに行こうと思います。タコ買ってきたー。いやー、もうスーパーでタコね、買ってまいりました。こちらのタコだけ買って、でなんか割り箸ももらいました。なんでまあたこ焼きの材料買い揃え、タコ買い忘れ、リュックネギ飛び出し、スーパーでタコだけ買う、割り箸もらい大学生なんですけど、はい、まあ、もう一度言うと、たこ焼きの材料買い揃え、タコ買い忘れ、リュックネギ飛び出し、スーパーでタコだけ買い、割り箸もらい大学生なんですけど、はい、まあちょっとキモかったですね、いろいろ行動が。なのでまあたこ焼きね、作っていきたいと思います。お風呂上がりってことで、まあね、お風呂入ってきましてね、たこ焼きを作っていきます。 650ml の水にまず、卵2個割ってください。でそれをこう混ぜていくみたいです。元プロギンダカーのカッツーさんのね、動画をまあね、参考にしながら作っていくんですけど、大体混ざってきたらこのね、たこ焼き粉を入れていくということでございますね。様子見ながらね、入れすぎちゃったら意味ないから、もうだんだんね、徐々に入れていくっていう感じで、はい、続きましてね、ペットボトルにこのネタの部分をね、はい、入れていく作業です。もうこんなん僕絶対一番苦手なんですけど、おっと危ないよ、見といてください、絶対こぼすんで、ドンドン、あ、でも意外といけてる、耐えろ耐えろ、このまま耐えろ、あ、いいやんいいやん、おお、自分に感動してる、ちょっと、おお、入った。これを蓋閉めて、最後にこうね、入れる前にこう混ぜれるっていうのがペットボトルの良さ。はい、ではネギを切っていきます。なんかネギができるだけ細かくみたいなことは言ってました。そもそもね、僕一人暮らし初めて、ネギ買うの初めてです。ネギだって切ったことないから、こんな切り方で合ってんのかどうかちょっといまいちわからないんですが、で、このすき家の紅生姜、うん、これがあるんで、せっかくだったんで、次にね、タコを切っていきます。切ってるとこ映ってなかったとしても、こうやって切りました。ではね、こちらで油を入れていきたいと思います。まずなんか3分の1ぐらい入れるみたいです。棒子、これで油を広げると、それにもうプラスね、油を加えると。結構油多めでね、やるのがインダコ風。ここでペットボトルに入れたこのネタをね、はい、入れていきます。大体半分ぐらいまでそーっと入れましたら、こんぐらい入れたらスピード勝負って言ってた、はい、タコをスピードで入れておこう。いい匂いやわ、すごい生地の匂いがするわ、ちゃんと。ネギですね、ネギをなんかあれか、真ん中らへんにこう置いてたの、適当に後で広げて貼ったから、この辺にもバーッと、天かすや、天かす、天かす入れないと。天かすも結構多めにね、入れるって言ってたん でこのタイミングで具材入れ終わったら、もう一回タプタプになるまでこれ入れるみたいです。ちょっと余ったんで、これまた2瓶いけるかも。ここでこう具材を散らばらせながら、その枠を切っていくみたいです。果たして合ってんのかなって感じなんですけど、入れてるもん自体間違ってないんで、はい、徐々にね、ひっくり返していきたいと思います。やっぱ電気式なんで、ちょっと火力弱いんですけどね、ちょっとなんかこれ容器火消えるんすわ、なんか壊れてて、やりづらさマックスなんですけど、どんな形であろうとたこ焼きよ、これはもう正真正銘、すぐ火消えるんすわ、なんか余熱たこ焼きっていうの、新たなたこ焼きのジャンル作っちゃうかも。真ん中はやっぱ火通りやすいみたいで、結構ええ感じにできてますね。やっぱテンション上がるね、一人でやってても。たこ焼きこうひっくり返すの面白い、やっぱ生粋の関西人やわ。端っこやっぱちょっと全然火通らんな。このね、機械を押し入れに入れてたんですけど、その押し入れの匂いがして気色悪いですね、なんか。まあね、相変わらずその端っこは全然焼けてないんですけど、こう真ん中の方はね、まあ、たこ焼きらしくなってきたんで、ちょっと形整えつつね、はい、ひっくり返していきます。これがもうようついたり消えたりするんですわ、ややこしい機械が。もうガス式がやっぱいいですね、絶対に。電気式だと
こういうトラブルもあるし、火力も弱いんで、大体ね、火通ってきました。ね、もうこう転がすの 2,3 時間やってたんですけど、真ん中のやつを端っこにして、その端っこのやつをね、真ん中に入れたりなんかするこの作業、うん、楽しくなかった。ボーってやってたわ。ボーってやってた。やっぱ火通らんのストレスやな。うん、ここをなんとか改善したいですね。もうそれとあとも、もうこの押し入れの匂いがもうすごいする。たこ焼きの匂いがしないもん。押し入れの匂いが深い。ではそろそろゴリゴリに焼いていきたいと思います。銀だこ風に仕上げたい時はこうさらにね、こう油を入れるみたいです。はい、それによってね、カリカリにすることができるという。油を入れるとすぐにね、もう焦げちゃうみたいなんで、こうすぐ転がしながら、火が恵まれないタコたちにちょっと分け与えるために、ちょっと真ん中開けますわ。とりあえずもうお皿にも乗らないんで、火が通らなかった、恵まれなかったものたちはこいつここに置いといて、とりあえずこのね、お皿に乗った分だけ食べていきましょうか。まずはソース、マヨネーズね、とっておき、かつお節ね、青のりね。これで完成でーす。いただきます。久しぶりやな、食べんの。いただきます。うん、うまっ。うまいんかい。いや、どうなるか思った。たこ焼き作りにスーパー行って、タコ以外のもん全部買い揃えて、タコ忘れて、タコもう一回買いに行って、そんな割り箸つけられて、でたこ焼き作ろう思ったら電気式で、この電気がよう壊れてて、ついたり消えたりしてて、んでこれ押し入れに入れてたから、たこ焼き器がちょっと押し入れの匂いする。もうこれどうなるか思ったけど、うまいんかい。めちゃくちゃうまいです。登録者400人、記念とか言ってますけども、特に400人でね、改まって言うことはないです。はい、焼肉の時にもちょっと喋ったし、250人突破した時もね、ちょっと喋ってるんで、ちょっと言わなあかんこととしては、なんかね、250人の時に毎日投稿しないと言ってるんですけど、それからかれこれ2ヶ月以上毎日投稿してるんですよ。どうやら僕の性格上、毎日投稿しないと気が済まないタイプらしくて、とりあえず1000人行くまではね、このままのペースで突破していきたいなんですけども、あんまりね、毎日投稿するって言ったらできんかった時にちょっとあれなんで、あんまり大きい声では言えないんですけど、たこ焼き粉も出汁が効いてて美味しいです。なんか食べ物で丸いのってもうドーナツしかないと思ってたけど、たこ焼きもありやな。この余った生地ね、これでまたね、たこ焼き作ろうと思ったんですけど、あのたこを全部使ったことを忘れてしまってまして、これどうしようかと思ったんですけどね、チーズがあるんでね、これチーズ焼き、たこの代わりにちょっとチーズ入れて、はい、作っていこうと思います。チーズは何にでも合うから。ほんまはね、銀だこやったら明太チーズですかね。明太がちょっとないんで、チーズだけになるんですけど、天かすね、うん、天かすは入れれるから、天かすを入れちゃって、具材チーズと天かすのみっていう、シンプル。なんかね、ちょっと小さかった子たちは、子たちはたこ焼きのことこうって言ってるんですけど、まあ小さい子たちをこうね、あの合体させて大きいやつにして、なんでこうやって最初の頃に比べたらコンパクトになってるんですけど、だいたいサイズが一緒になるぐらいにしました。大体多分焼けてきたんで、ゴリゴリに、はい、やっていきます。追い油ね、追い油、焦げやすくなるんですぐ転がす。もうだいたい手際分かってきたよ。一人でたこ焼き完璧やもん。いい色やでね、狐色っていうか、油がね、このピチピチ跳ねてて、それが非常に趣深いです。はい、だいたいこんがり焼けてきたんで、もうこれで退散して食べていきたいと思います。ではチーズたこ焼き、いや、チーズ焼きか、たこ入ってないから、いただきます。うん、外カリ中トロ、熱すぎてよう一口でいかんす。おいしいおいしい。もはやタコもいらんかったかも。なんやかんやでラスト1個です。うん、ごちそうさんでした。ドーナツ、ドーナツじゃない、たこ焼き計35個ですかね。めっちゃ今シンプルにたこ焼きのことドーナツって言い間違えたんですけど、ちょうどお腹も、はい、いい感じに満腹なんで寝ます。はい、この辺の後片付けめんどくさいな。うん、これしたら寝ます。ということで400人ありがとうございました。これ投稿してる段階ではもうちょっと増えてるかもしれないんですけど、撮影してる段階でも410人なんで、編集してアップした時にはね、1000人いっといてほしいですけど、まあそれはちょっと不可能なんで、毎日投稿ね、引き続き頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いします。応援っていうのもね、まあいろんな形あると思うんですが、高評価だったりチャンネル登録だったり、うん、またコメントだったりね。でまあ僕が一番嬉しいのは SNS で拡散してくれる、まああと学校とか、うん、塾とかバイト先とか、うん、仕事先とか取引先とか、取引先はちょっとまずいけど、いろんな知り合いに僕のこのチャンネルを紹介するだけじゃなくて、強制的に指を持っていかせる、登録ボタンに。とにかく僕が望んでるのはそれなんで、皆さんで1000人を目指していくっていうのはね、僕のこのチャンネルの目標なんで、締まりがないんですが、こうたこ焼きも丸いんで、たこ焼きを丸く収めてくれるでしょう。プリスピークリームドーナツの時に言ってるオチなんですけど、はい、まあこんなこと言ったら落ちないんですけどね。うっしゅー。
肩にはまるなななな な, な Here we go 起きて破りなことをしてやろう、oh, 暴れろパワーホースタイル伸び伸びと Are you ready? 囚われないぜ